どうも高井です。なぜ9割の人は権力に無意識に取り憑かれてしまうのか。その原因はその人に自信がないからです。自信といっても根拠のない自信って言葉ありますね。ほとんどの人は根拠のない自信って持てないんですよ。何かがあって、例えばスポーツがすごい得意だとか、計算がすごい速いとか、分かりやすい能力なければ俺これはできんだぜみたいな感じで自信を持っていられない。でもそんな能力って持ってない人の方が大半だと私は思っています。何者でもないあなた自身が自信を持つには何かという能力があって、それによって確信していなければいけない。俺にはこういう力があるんだっていう確信。ところがあんた自身もあるかどうかわかんないよね。もしかしたらある人かもしれないけど。なので権力というメッキ、上司としてのメッキが必要なわけですよ。そのメッキがつくことによって、人生が自らの力ではなくても会社の力によってイージーモードになっていく。ただその上司という権力を持ってしまうと、私が他の動画でこういうタイトルの動画、この権力という、この上司という権力の魔法の杖は使うほど9割の人は劣化します、なぜでしょうって話してますが、劣化してしまうんですよね。でそうならないためにも私は読書をしたり、この本は権力に関してのね、セラピストの人の話が載ってますけど、こういう本を読んでじゃあどうしたらいいのかって考えるのもいいし、そうでなくっても会社で働いて上司になっちゃうだけで話が下手くそになってしまうので、私が別の動画で話術に関しての話をしているので、そちらを参考にするのもありかもしれません。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。